記念すべきエクシルカップのファーストトーナメントです。開けるよ。一だろ。大です。ガチクロスマイルと俺。わか落ち着いて。僕メンタル弱いやつだよ。おたメンタル出てきた。いいよ。うまい。リクシルスポーツプレゼンツ第1回リクシルカップ、記念すべきリクシルカップのファーストトーナメントです。今回は僕ら選手がレクリエーションメニューでも使っているこのテックボールで、まあ、勝負していきたいと思います。テックボールは、サッカーと卓球を組み合わせた新しいスポーツです。簡単に言うとね、まあ、サッカーのテクニックを使ったテーブルテニスみたいな感じです。それでは今回参加する4チームをご紹介します。まずは広瀬組組長、広瀬陸斗と広瀬組射程若頭関がいます。じゃあ広瀬組からどうですか。意気込みは勝ったねこのメンバー見て、うん、若どうですか。2位狙います。2位ですかついにやってきた。鹿島といえば俺だ。俺の背中を見ろ。そして恥ずかしい恥ずかしい長いな。その射程鈴木優馬染めの一気コンビはい、じゃあ鈴木くんから、はい、意気込みどうぞ。勝ったね、これミスないミスないこいつが足引っ張んないもう大丈夫。頑張ります頑張ります。何や射程だな。俺が守る。いや攻める大きい湯や山田大コンビえ、どう大丈夫そう。お前らキーパーだけど仲悪いからね。うんしかも、お前らユースのさ、先輩後輩でしょ、はい、大丈夫やったことあんの。いや、練習だからいらないです。奥さん、ペイピーしたい。なーいしたい。お願いします。負けるけど、はい、いいな、いいな、意気込み。俺ら目指す優勝だから。優勝目指します。頑張って、頑張って。はい、頑張って。鹿島の顔面偏差値を上げている。鹿島といえば俺を見ろ。常本圭吾、中村亮太郎コンビどうだろう。お前ら顔かっこいいけどできんのこれ。いや技術はないんででも優勝目指して頑張ります。勝ち行けないわけでもない。ほんとそうよ。お前ら頑張れんだけど。頑張ります。軽いねさて今大会スペシャルルールがあります。大事な1点を取られた、もう一度やりたい場合など相手チームに土下座をすることでやり直しできますまあ、イクマは土下座しないと思います。僕先に使いません。多分使わないと思います。で、鈴木ペアは多分ここがする俺らしねえ。しないんだ。しないんだ。なお、今大会はなお、今大会の審判は私、安西光輝となります。抗議は受け付けますが、ジャッジはすべて私のさじ加減で決めます。VR はありません。最後に皆さん大好きな商品を紹介します。えい、そしてこのリクシルカップでは大会を通じても最も活躍が目立った選手へ KOT、 すなわちキングオブザトーナメントの称号を授与します。こちらは純粋な個人タイトル。 KOT に輝いた選手には次回リクシルカップへのシード出場権と特典としてクリーニング利用クーポン券2万円分が贈呈されます。選手選考は、閉会式でみんなでやりましょう。最も活躍が目立った選手といういろんな色々な意味ですが、まあ、もちろん私安西国にも権利があります。それでは第1回リクシルカップ開幕です。見とけよ
ね。もう UFC の選手だろ。怖い怖い怖い。見て見て見て、レフリー。ファイト入ってます。ちょっとそれ限定ポイントだね。限定プラスですか。実況鈴木丹前でお送りします。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ行きまーす。あ、スタート。うわ、いけ。結構ね、これパワーとテクニックチームで。お、うまい。おいおい、オッケーよ。1だろ。オッケーオッケー。大大大大大大です。いや、見て、1だろ。セーフセーフ、1だろ。すごい、落としれようとしてる。一回返しあれなんだ。一回はやはりジャッジ下す前に一回俺確認しよう。オッケー、ゲッツボス。落ち着いていこう。オッケー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 。見た、見したらよ。いいね。かわいい。やばいやばいやばい。うまい。オッケーうまい。あ、これも返す。2対1。ここダメなんだよね。いや、あそこダメなんだって。違うよ、あの、この角がダメなんでしょ。じゃあ、次からね。2、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 
ね。大きいメンタル弱いよ。いやいやいや、大きさ。大きさ、大きさ。ほらほら。大きさ、大きさ。ほらね。大きい、大きい、大きい。4体目です。俺触ってないんだけど。何もやってないの。マジで。わー、カリカリしちゃう。いや、違う違う、カリ、カリ。何もやってないよ俺。何、5体目。やば、やば。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。あー、6体目。何もやってないんだけど。動画使ったわけじゃない、もう2回使えよ。今何体だよ、6体目。7体でしたっけ。10点、10点。落ち着け、オッケー。オッケー。ヤマ、ヤマ、こっち。オッケー。おさん、おさん、ななに。ヤマ、オッケー。ヤマ、おい、全勝ったんじゃないですか。あるだこれ。俺なんか考えてくれよ。2でもいいの返して。やべ、あっ、9対2。はい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 、受けたよ、受けたよ。はい、スペシャル、スペシャルルール来た。見てください、目見てください。1点とマイボールかな。8対2のこっちからですよね。おぉ、ハッサイさん、リクサ君全然いかないね、リクサ君。ハハ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 ハおやい。あ、ほんま。マジクソ。最後から。わかった。よし。審判が言ってます。本当に言ってんの？入った入った入ったよ。うまい。なに？おりきしょ。ああ。ああ。よし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 。よあ、オーケーオーケー。いいぞいいぞ。あ、ダメだ。9対5。よし。入ってないです。座ったじゃないですか。終わってないでしょ。わか、審判俺だから。入ってる、入ってる、入ってる。あ、あ、マジでイージー。9対6。あ、あ、大丈夫、大丈夫。やばい。あ、きゃ。お前らいいんだな、それで。なんか、なんか楽しいな、それで。楽しくて嬉しいですか。どっちも土下座しないで。まあ、そうだね。そうですね。チームレフリーがやってるし。待って、お前、レフリーじゃないから。実況だから。実況、さっきから。俺、俺レフリーだったわ。そうだよ、お前。待って、8対5からスタートしよう。静かな9対5。もう土下座つかないですよ。いいよ。ナイス。おナイス。うまいうまいうまい。返せばなんかあるから。返してみよう。返してみ。そう。うまいね。見せろ。やば。見せんなよ。見せんなよ。ほら返したらあるから。リーキ君。うまい。
オッケー、2回でもいっていいんだよ。うまい、水飲むか。うまい、オッケー、オッケーっぽいな、オッケーっぽいな、オッケーっぽいな、ほら、オッケー。勝者先生、勝者先生や。やばくやばいんじゃない？せよ、やばい。強くない。狙われます。やだけ。僕たち全員のサインが入った、ウォーミングアップウェアをプレゼントします。よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。